どうもー、かげやんです。今日もね、寒いですね。寒い日が続いておりますが、でも昨日よりね、気温は5度ぐらいこう上がってるということなんですけども、ちょっとね、こうブロッコリーにしてもキャベツにしろ、こう虫食いみたいなのが結構できてる、こう穴が開いてるなという感じですね。でこのプチトマトに関してはもう全然変化がないというところですね。でこれはイチゴなんです。イチゴは来年の春ですね。来年の春を楽しみに待ちたいと思います。ということで今日は以上となります。ありがとうございます。